でも買い取りに特化したフランチャイズをしたいなと思ってまして、本部から売上が降ってくる仕組みが大事だってよくおっしゃるじゃないですか、うんうん、それだったらフランチャイズ化できるんじゃないのかなっていうところで、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。不動産のフランチャイズについて話したいということで、はい、今回も篠原さんと、はい、大津社長にお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で、不動産もそのフランチャイズって結構あるじゃないですか、はい、あります。一番最初があれセンチュリーとかですかね。センチュリーですね。で、いろいろこうそれこそハウスドゥがその不動産をやってない会社に対してどうぞっていうフランチャイズもあったりとか、でその中でなんかフランチャイズをもうリフォーマーされてて、はい、で大津社長はなんか考えてる。実はね、ちょっと今日せっかく林社長お会いする機会があったのと、前からちょっと自分自身もフランチャイズで展開したいなっていうのがあったんで、簡単に計画書を持ってきたんです。計画書結構ガチですね。いやでもそんなすぐ作れるんで、はい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 、作ってきて、今日ちょっとその撮影とはまた別のところで相談しようと思って、うんうん、ちらっと話したらまさか撮影することになってしまって、今少し困ってます、うん、撮影する予定がなかった。なかった、個人的に撮影とは別にちょっと相談したいなっていう話だったんですけども、はい、今なんか撮られちゃってて、今の10万人ぐらいチャンネルでなんかまだ計画段階のことがなんか公開になっちゃって今困ってる状況です、うんうん、なるほど、はい、じゃあその FC の先輩の篠原さんからちょっと今日はアドバイスを、はい、アドバイス、はい、今あれですよね、はい、イメチェンのフランチャイズはだいたい何年前から始めたんですか、はいはい、フランチャイズは4年前ですね、はい、4年前に始めて、はい、その時どこからこう広げていったんですか。最初、はい、私起業した時に、はい、営業代行っていうビジネスから起業してるんですよ。あ、そうなんですね、はい、その時に営業代行の顧問先がもう数社あったので、はい、そこの営業マンさんが取り扱うことができるメールを会計の商品を作りたいなっていうところからイメチェンっていうのが生まれてるんですよね。なのでフランチャイズするつもり全くなくて、で商品イメチェンって作って、その取引先の営業マンさんにパンフレット渡して、これちょっと営業かけていきましょうみたいなところからのスタートなので、よく竹村さんがおっしゃるゼロ時募集っていうのがそこからスタートしてるんですよね。あ、そうなんです。それこそ僕前の不動産会社だった時代に篠原さんの前職の不動産のリフォーム会社と付き合いあって、はい、そうですね。その時独立した時は営業代行独立したんですか。そうです。じゃあリフォームで独立したんじゃないんですか。じゃないんですよ。でフランチャイズもするつもりなんて全くなかったんですよね。それ初めて知りました、ね、はい。じゃあそれがまあ実質ゼロ時募集みたいな形。そうなんです。で何件ぐらいだったんですか。それは4件ですね。4件ぐらい、はい、でそっから商品を作ったのを、まあ、リフォーム産業新聞社さんとか、うんまあ、賃貸住宅新聞社さんに取り上げていただいたところ、はい、知り合いの会社さんのから社長から結構お問い合わせいただいたんですよ。篠原さん、このイメチェンってすごく面白そうだねって、うん、話聞かせてよっていうので一人ずつお会いしていくと、はい、これめちゃくちゃいいから、うん、フランチャイズした方がいいんじゃないって、うん、うちやるフランチャイズするんだったら加盟するからっていうところからの募集がまた始まったっていうのが4年前なんですよ、はい、そうなんです、はい、じゃあそこからどんどん広がっていって、そうです。でそこの時に実はですね、はい、とある出会いがありまして、はい、それがフランチャイズチャンネルなんですよ、はい、で当時林社長とか竹村さんの話を聞いて、はい、感銘を受けたのが、はい、営業を積極的にしていくから、はい、トラブルとクレームになるんだって話を聞いて、はい、営業せずに、はい、まずは本部から売上が降ってくる仕組みが大事だってよくおっしゃるじゃないですか、うん、その仕組みを作るべきだっていうので、うん、FC 開発はやめて、うん、YouTube をスタートしたっていうところなんですよね、うん、それがいつぐらいの話ですか。もうすぐ4年ですね。その YouTube 始めたの、はいはい、フランチャイズスタートしてすぐ YouTube 始めました、うん、じゃあフランチャイズチャンネルを見たのもだいぶ前、前です。結構前ですね、はい、多分当時またチャンネル名がまた違ったかもしれないですけど、はいはい、そんな時代ですね、はい、結構初期ですね。初期からフランチャイズ本部の学校も入っていただいてますね、はい、そうです、はい、すぐ入りました初期です、ね、初期です、はい、でそこからどんどん数も増えていって、そうですね。でそこで集客だってやってたら、はい、少しずつ加盟店さんが増えてきて、はい、今20数社になってるっていう状態なんですよね、うんうん、なるほど、はい、大成功したですね。で全然成功してないんですけど、まあ、ただ積極的な営業活動せず増えてきたという状態ですね、うんうん、なるほど。ここ前で、はい、大津社長いかがでしょうか。そうですね、私自身も、まあ、篠原さんみたいに活躍できたらすごくいいなと思ってはいて、せっかくね林社長ともね令和のトラからのご縁があるので、まあ、何か一緒に仕事をさせていただけたらすごく嬉しいなと思ってて、で、まあ、今日せっかく東京を呼んでいただいたので、なんか手ぶらでなんかただ体だけね来るのもちょっともったいないなと、失礼かなと思ったので、まあ、自分なりにちょっと考えて、ざっくりアイデアだけどっていうところですね。そうそうです。どんな感じですか。それこそいろんなフランチャイズの不動産系あるじゃないですか。そことなんかどういう違いを見せるみたいな。でも買い取りに特化したフランチャイズをしたいなと思ってまして。買い取り、はい、まあ、例えばそのフランチャイズチャンネルさんですと買い取りマクサス
さんとか小屋市屋さんとかあると思うんですけども、主に古物の買い取りをされてると思うんですが、はい、不動産でも今結構不動産困ってる方、特に田舎の郊の戸建てであるとか誰も住んでない廃ビルとか、弊社実はそれ誰も住んでないアパートとか結構厳しめの物件を結構積極的に買い取って、まあ、多分令和の虎とか見た方っていうのは、まあ、家賃でマイホームとか不動産投資をしてるっていうイメージを持たれてる方多いと思うんですが、実際そういう投資物件とかそういう古い戸建てっていうのは結構なかなか市場性がつかないような物件を他の会社が敬遠する物件を頑張って買ってるってところが多くて、それで結構弊社もそれなりに利益を出してるっていうのが現状なので、その買い取りに特化するっていう同じようなことをやってるフランチャイズ全くない状況なので、そこだったら今うちも結構ニッチの市場で滋賀県でやってるんですけども、他のエリアで展開できるんではないのかなというふうに思ってるので、どうやってその癖がある物件を見つけてくるのかということと、古物と一緒で目利きが大事になってくるので、そういった目利きの方法とかを提供できるので、それだったらフランチャイズ化できるんじゃないのかなっていうところで相談したいなっていうふうに思った次第です。なるほど。じゃあ結構誰も目をつけてない、つけづらい物件を安く、まあ、安い、例えば300万とか500万とかそんな価格帯ですかね。それはまあケースバイケースですで、まあ、最近1億円近い物件もあるんですけども、加盟店の資金力のレベルとか本部が買い上げてもいいんですけども、ちょっとなかなか手を出しにくいような物件を狙うってところで、それ買い取ってバリューアップはさせずに転売なんですか、それとバリューアップさせてリフォームとかするのか。ケースバイケースだと思います。バリューアップした方がいい物件はバリューアップしますし、バリューアップせずにそのまま売れてる物件もあると思うので、その一概にこうすべきという答えはないんで、その都度の判断になってくるかなと思ってます。じゃあ結構いろいろとこう考える余地があるってことですね、物件に対しても。そうですね。だから良くも悪くも加盟店次第によってで、収益が大きく変わってくるモデルになってくるのかなと思ってます。だからめちゃくちゃ儲かる加盟店も出てくるだろうし、結構苦戦するとこも出てくるかもしれないなと思ってはいます。今サロンとかもやられてるじゃないですか。やってます。そのサロンの中でもなんかやる人出そうな感じもしますけど。そうですね。サロンはどちらかというと、今の買い取りのフランチャイズって話をしたのは不動産屋さんから物件を仕入れるってこともあるんですけども、登記簿登本とかから見つけてきたりとか、どうやって直接仕入れるかってことをやっていきたいなと思って、サロンのはどちらかというとそこまで不動産屋がまとまった状態で物件を仕入れるってことをメインにやってるので、もしそっちの方にレベルアップしたい方からすると興味ある方もいるかもしれないなと思ってますが、結構サロンの方でどちらかというとサラリーマンの方で不動産投資家として活躍したい、要はお客さん側の目線で物件を買いたいっていう方が多くて、自分が汗かいて営業までしたのは結構大変だなと思っている方の方が多いので、そんなに多くないんじゃないかなと思ってます。まあ、じゃあどれぐらいこうで本格的に始まったら、それこそリフォームとかもなかなかフランチャイズチャンネルでもやっぱ見てる層がリフォーム屋さんにあれは特化するですね。そうですね、フランチャイズですね。でなるとか、はい、意外とこう難しかったり、不動産屋さんじゃなくて でもできるっていうような。そうですね、買い取りなんで別にその、まあ、資金なくても他の加盟店がみんな出し合ったりとか、ちょっとねそういう加盟店同士でお金を集めてみんなで買うとか、それで利益シェアするとか、そういう仕組みを作ってもいいと思うかなと思ってはいるので、僕自身も不動産業未経験で始めてるので、そういう方でもそれなりに稼げるように、まあ、僕も結構物件去年数億円分買えたので、まあ、そういう風にはできるんじゃないかなと思ってます。なるほど。じゃあそのあたりは林社長含め竹村さん含め相談いただいて、どっぷり手伝うのかどうなるのかっていうのはこの後話、はい、お願いします。またちょっと撮影とは別で話させていただけたらと思ってます。はい、というところで、まあ、今日はこんな感じで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで。